はい皆さんこんにちは村長です今日から数回にわたってボーカルのエフェクトとピッチ修正ということをテーマに続けてみたいと思います今日は準備編とでも言いましょうかヘッドホン漏れに対してどう修正していくのかそういうことをまとめたいと思います村長ミュージックスタジオ 今、画面にありますように、ここに小さなノイズが入っています。ちょっと聞いてみてください。よくあるようなヘッドホンの音漏れが見られます。これを消す方法としましては、通常はこの部分をカットするという方法も一つです。 このようにして切ってしまうということですねしかしこれではもっと小さなところに今青く印をつけたようにこういう場所は楽曲の中に無数にあります10や20で聞かないところを どうするかという問題が生じますのでこれを一個一個刻むというのはとても非効率ですましてやボーカルの中で大きなところでは書き消されるので大きな問題にはなりませんがフェードアウトしている部分例えばこの部分などで入ったときはとっても困りますそこで DAW には便利なツールがありますゲートというプラグインです このゲートを使って、今回は処理をしてみたいと思います。消したい範囲をループします。そして、今画面にあるのは、Studio One に最初から付属しているゲートです。オンにしてみます。このゲートは、今設定しているスレッショルド、マイナス33ぐらいですね。これより小さな音が、 入ってきたときは、それはノイズと判断してカットするという機能です。その下のつまみは、それをどれだけ分抑えるか、そういうパラメーターになっています。ゲートで重要なのは、この二つのつまみです。一度聞いてみましょう。今、音はありませんが、このスレッショルドを下げてみます。 ノイズが入ってきましたね。ここまで下げると、もうそのままと同じようなノイズが聞こえます。もう一度上げていきます。聞こえなくなるまで上げます。 これで聞こえなくなりましたね。仮にこのリダクションをゼロにしてしまうと音が出てきます。このリダクションを落としていって、ノイズがなくなるギリギリのところ、 でも他のところはもう少し大きいかもわかりませんのでもう少しリダクションしておきます。こちらの方にアタックスピードとリリースそれを今度は解放する時間それを調整することができます。アタックは基本ノイズを取るときは早めの方がいいでしょう。 これがが遅いと出てきてきしままう時がありますリリースの方は少し伸ばしておくこともいいと思いますさあこれで完成かと思いきやノイズじゃなくくてよく似たブレスがありますできるならブレスを取りたくない場合もありますのでその辺のところを聞きながら調整します「道この道は 「あなたは」はい今は動画では判断しにくいか分かりませんが完全にブレスが取れてしまっていますこれもいい時と悪い時がありますので難しいところですねそしてこのスレッショルドの持っていき方によっては不自然になる場合もありますもう少しカットしてみましょうそして リダクションを多めにとってみます,すると歌のところが若干不自然になってきます「道この道をあなたは」スレッショルドをちょっと強めにしますすると「道この道をあなたは」 あなたはのここに小さな必要な音があったりします。こういうのが不自然になる場合があります。難しいところですが、やはりこういうプラグインも能力によって差ができてきます。このように e ーブのチャンネルストリップについているゲート機能があります。その他のところは全部作動しないようにしていまして今マウスで押さえているこの部分だけが動作するようになります。ここがこのチャンネルストリップのゲートの部分です。ちょっと同じように実験してみましょう。バイパスです。うん、これを 入れてみて、このスレッショルドで音が消えるところを探します。はい、このあたりで音が消えましたね。そして 優秀なゲートのソフトには、ヒステリシスという機能が付いています。この一番上のダイヤルです。これは、ゲートのスレッショルドの付近に来たときに、パツンと切ってしまうのではなくて、簡単に言えば、余裕を作るということになります。デシベル単位で設定することになります。今、1デシベル、もしくは2デシベルぐらいに、 設定しておきますこのノイズを取れること自身は先ほどのスタジオワン付属のノイズゲートとさほど変わりはないんですけれどもそれ以外の部分のところを若干出してくることができますはいこれも聞こえにくいと思いますが。 若干このブレスの勢いいが残っていますそして先ほども説明した「た」「わ」のところがあまり抑えられず自然な発生になっていますまた「わ」というようなところで音がフェードしていく時もパツンと切られることがありません。 このようにノイズゲートのソフトウェアも皆さんがいくつかお持ちであれば試してみることもいいのかも分かりません。これからエフェクトをかけたりメロダインをかけたりして音程修正する前に下準備としてやっておかないといけないノイズの処理のことを少しお話しさせていただきました。 メロダインを使ってピッチの修正やらリズムの修正そういうところをお話ししたいと思います。よければチャンネル登録などよろしくお願いします。村長でした。